武田さん、ゴゴスマの発言反省してます？え、ゴゴスマのヘイト、ゴゴスマヘイトなんかしてませんよ。したじゃないですか。僕はあの日本と朝鮮がもう少し親しくならなきゃいけないっていうのを30分間、ね、いやいや言い訳じゃない、僕はそういう考えですから。いやいや考えじゃなくてあれヘイトですよ。いや、まあ、明確にヘイトです、まあ、どっちでもいいですけど、私はいやどっちでもいいのはあなたがいいと思ってるだけで、なんで降板しないんですか。僕はあの日本と朝鮮がもう少し親しくなった方がいいと思いますけど、皆さんはどうですか。いや、あなたがそれを妨げてますよ。いや、僕は日本と他の方にお聞きになったらいいけど、私は終始常に日本と朝鮮はもっと親しくなんなきゃいけないって言い続けてます。だから全くヘイトは反省してないってことですよね。ヘイトなんかしてません。ヘイトの意味も全く分かんないですよね。ヘイトの意味ぐらい日本人ですから分かりますけどね。分かってないでしょ。じゃあなんで CBC 謝ったの。CBC が謝るのは CBC が謝るんだと私とは関係ありません。あなたは謝罪しなきゃいけないんですよ。あなたの発言でしょ。あなたコメンテーターでしょ。自分の言葉に責任持つべきじゃないですか。僕自分の言葉に責任持ってますよ。責任持ってます。じゃあ責任持ってヘイト吐いたんだ。僕は暴力助長すること言ってませんよ。言ってました。どういうこと言ってました。日本男児も韓国女性を襲わなあかん。そんなこと言ってませんよ。言ってましたよ。言ってません。じゃあ聞かせてください。聞きました。僕の発言を聞きました。聞きましたよ。じゃあ聞いてない。じゃあ僕言ってませんよ。こう言ったんですよ。いいです。皆さん僕の言ったこと聞きます。僕はこう言ったんですよ、はい、日本と朝鮮がだんだん仲が悪くなって、はい、日本の女性が韓国に行って今度みたいに襲われると、そうすると日本人の中にはね、いろんな人がいるから日本にいる韓国の女性を襲う人も出てくるだろう。いや、そんな言い方してなかった。違いますよ。僕はそう言ったんだからしょうがない。それは日本男子も韓国女性が入ってきたら暴行しなきゃいけないからね。いや、あの事件は別に反日感情うんぬんとか言ったうんぬんとか言ったうんぬんとか。日本男性は我慢すると思うよ、うん、だけど我慢すると思うけど、はい、怒ってももう仕方がないんですよ。嘘つきやな。皆さんがどう言ったっていいですよ。嘘つきやな。誰もそんな受け取り方できる人いない。まあそれはね、どう受け取ったってそれは受け取り方の勝手ですが、私はね、じゃあ一つだけ質問しましょう。私はね、ここ2年間か北朝鮮の原爆の実験の時からずっとね、北朝鮮の側をずっと応援してたんですよ、韓国側を。いや、だからそんなこと聞いて、それをずっと聞いてくださいよ。あの番組のあの時にあなたが発した発言が問題だって言って、私はずっと一貫してますから。一貫してよ、関係ない。皆さんがどう取るかは勝手ですから、勝手に取ってください。私はそういう考えじゃありません。私は日本と朝鮮が仲良くやることが僕の考えですから。いやいや、考えですからしょうがない。僕の考えなんですよ、それが。僕の考えで終始そう言ってきてるんですよ。その時もあの時も30分見てください。人種差別、僕はあそこの僕人種差別なんて意識ありませんよ。全然じゃなくて、あなた人種差別したの。まあ別にあのそう思ったらそれで結構です。私は全然違います。私の発言記録を見てくださいよ。したら見てないですよ。あなたはそんなこと言っちゃダメですよ。見てないですよ。これで路上であの日本人の女性があの韓国女性観光客をその国のね、はい、訪れた国の男が襲うなんてのはね、うん、これはもう世界で韓国しかありませんよ、うん、いやちょっとそれは言い過ぎだから。人見たら言うはずでしょ。見てないじゃない。いや僕はずっとあなたは他のコメンテーターにたしなめられたからあと言葉を出しただけなんです。違いますよ。だからその私が2年間言ってきたことを見てくださいって。私の書いたの2年間言ってあの時あなたヘイト言ってるでしょって話。人間というのはね、いや人間というのはあなたはね、その2年間をねあの一言で台無しにしてるんですよ、はい、あなた自身が。僕台無しにしてませんよ。私は信念で言ってるから。だから全く台無しじゃありません。全く間違ってない。反省はしてないんです。全くしてませんよ。だって私の考えですから、なんで反省する必要あるんですか。はいはい、わかりました。人間は自分の考えを反省する必要ありません。はぁ、いや何回も言ってるんですけど、日本と朝鮮は仲良くしなきゃいけないって言い続けてるわけですよ。それは私聞いたことないです。それは聞いてませんよ。私の言うこと聞いてないんだもん。訪れた国の男が襲うなんてのはね、うん、これはもう世界で韓国しかありませんよ、うん、そんな聞いてない人が何でそんな人を言うんですか。でもやっぱりだって私のね発言をずっと聞いてれば分かりますよ、ずっと。それは日本男子も韓国女性が入ってきたら暴行しなきゃいけないからね。2年間も言い続けてるんですよ、私は。そうなんですか。もうテレビの他の人が全部僕を反撃して、あなたは朝鮮を応援するのかって。いや、そうじゃない。隣国同士は親しくなきゃいけない。難しい問題がいっぱいある。もうそうやって言ってるけどさ、だからそうなって